失敗することは耐えられるが、挑戦しないことには耐えられない。自分に期待することで、初めて物事は可能になる。無理だなんて絶対に口にするな。限界は恐怖と同じで、大抵幻想にしか過ぎないから。私は9000回以上シュートを外し、300試合に敗れた。決勝シュートを任されて26回も外した。人生で何度も何度も失敗してきた。だから私は成功したんだ。10本連続でシュートを外しても僕はためらわない。次の1本が成功すれば、それは100本連続で成功する最初の1本目かもしれないだろう。何かを始めるのは怖いことではない。怖いのは何も始めないことだ。本当に悪い状況に置かれているかは、その時点で判断できないこともあるんだ。一度でも諦めてしまうと、それが癖になる。絶対に諦めるな。障害を前にして立ち止まることはない。壁にぶち当たっても、振り向いて諦めてはいけない。どうやってそれを乗り越えるか、突き進むか、回り込めるかを考え出すんだ。成功したいと思うなら自己中心的でなければいけない。だがもし最高のレベルに達したなら、自己中心的であってはいけない。他人とうまく付き合い、一人になってはならない。リーダーとなるためには、行動によって仲間から尊敬を集めなければならない。リーダーとなる人は、バスケットボールの練習であれ、営業会議であれ、家族との接し方であれ、常に言行一致を貫かなければならない。一瞬でも基本を忘れたら、根本から崩れ去ってしまう。スポーツにおける正しい技術、会社における倫理、心構えといった基本を忘れたら、試合に勝てないし、会社や学校で成績を上げることもできない。分かりやすい格言を紹介しておこう。何事をなすにも、正しい方法と間違った方法がある、という格言だ。例えば、毎日8時間シュートの練習をしたとしよう。もしこの場合、間違った技術で練習を続けていたとしたら、間違った技術でシュートする名人になるだけだ。運命よ、そこをどけ。俺が通る。試合に負けたことは一度もない。ただ時間が足りなくなっただけだ。もし自分の弱みとされる部分に立ち向かわなければならなくなったら、私はそれを強みに変えるやり方でやってきた。成功は闇雲に追い求めるものじゃない。それに向かって絶え間ない努力を重ねるものだ。そうすれば成功は思いがけない時にやってくる。それが分かっていない人が多いんだ。成功を学ぶためには、まず失敗を学ばねばならない。誰もが才能を持っている。でも能力を得るには努力が必要だ。自分に期待することで初めて物事は可能になる。気持ち半分でやることなんてできない。結果も半分になってしまうからね。努力すれば報われるって、ずっと信じてきたんだ。